ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。今回は、ツールドフランス2021転倒事故、について説明していくぜ。ツールドフランスって自転車の大会よね。しかも、2021? ってめちゃくちゃ最近の話じゃない。なんで事故が起きてしまったの?自転車の通るコース上で、一人の観客による迷惑行為、があったんだ。そのちょっとした出来事がきっかけで、大会史上でも最悪規模の悲惨な事故が起きてしまったぜ。迷惑行為、気になるわね。それじゃあ、しっかり解説していくぜ。よろしくお願いするわ。事故について解説する前に、そもそもツールドフランスがどういったものなのか簡単に解説していくぜ。確かに名前は聞いたことがあるけど、詳しくは知らないわね。ツールドフランスは、毎年7月に23日間の日程で行われる自転車ロードレースの世界大会だ。大会は1903年から開催されていて、レースを主催しているのはフランスの大企業であるアモリスポルオルガニザシオン、通称 ASO だ。この大会には8人編成のチームがだいたい20から22チーム参加するぜ。フランスで行われる大会なのね。そもそもツールドフランスってどういう意味なの?ツールドフランスはフランス語でフランス一周という意味だ。自転車競技に詳しい人たちの間では単にツールと呼ばれることもあるぜ。このレースはその名の通りフランス一周と言っても差し支えないほどの大きな規模で行われるんだ。本当にフランス一周するの?すごい距離だと思うんだけど、全長は一体どれくらいになるのかしら?走行距離にして 3300km 前後だな。この走行距離の長さはもちろん、高低差も 2000m 以上と起伏に富んでいるから、見応えは抜群だぜ。他の自転車レースには興味がないのに、ツールだけは応援するっていう熱狂的なファンも世界中にいるんだ。かなり過酷なレースが楽しめそうね。自転車のことは全然知らないけど、ちょっと興味が湧いてきたわ。ツールドフランスについて知ってもらったところで、本題となる事故について解説していくぜ。そういえば、事故についての話だったわね。ああ、そうだぜ。2021年大会は東京オリンピックの影響もあって、開幕が例年より1週間早まって、6月21日から7月18日までの日程で開催されたんだが、事故が起きたのは第1ステージの終盤だ。第1ステージ。さっきも話したようにこの大会は大規模だから、いくつものステージに分けて大会が開催されるんだ。事故が起きた第1ステージは、フランスのブレストからランデルノーに向かうコースが設定されていたぜ。一つのステージだけ見てもかなりの規模ね。だいたいどれくらいの距離を走るのかしら?走行距離は 197.8km だな。そんな第1ステージの終盤、フィニッシュまで残り 46.8km の地点で、ある女性がテレビ放送のカメラに映るために自転車の走るコースに接近したんだ。え、コースに出ちゃってるじゃない。いくらテレビに映りたくても危ないわよ。ドイツ語でおじいちゃん、おばあちゃん、と書かれたプラカードを持ったこの女性は、選手の集団には背を向けて、テレビの中継カメラの方だけを見ていたぜ。嫌な予感がするわね。その予想通り、この道路にはみ出していたプラカードに選手の一人がぶつかって落車、転倒してしまったぜ。ひぃ、ぶつかってしまった選手はかわいそうね。ただ、事故はこれで終わりじゃないんだ。どういうこと?倒れた選手と自転車にコースが遮られた影響で、他の選手も次々に落車してしまったんだ。ええ、大惨事じゃない。大会史上最悪規模の事故と言われてるな。この事故の影響で、何名もの選手がリタイアを余儀なくされたぜ。他にも多くの負傷者が発生して、現場は大混乱になったんだ。ひぃ、大会どころじゃなくなっちゃったわね。ところでプラカードを持った女性はどうなったのよ。この落車事故の原因となった女性なんだが、折りたたんだカードを脇に抱えて、現場から逃走したぜ。ええ、逃げてしまったの。ああ、ことの重大さに気づいたんだろうな。それを受けて、ツールドフランスを主催する ASO はこの女性を過失傷害の罪で提訴したんだ。主催者は、こういう危険な行為をするごくわずかな人のせいで、みんなの大会を台無しにさせるわけにはいかない、と激怒していたぜ。その場でちゃんと謝ればよかったのに。そうだな。それから数日後、女性の身元は正式に特定されて、身柄が拘束されたぜ。無事に逮捕されたのね。これで一件落着ってことかしら。いや、事態はそう簡単に収まらなかったんだ。ツイッターなどの SNS には、これまで見た中で最悪のツールドフランスの事故だ、
というコメントとともに、上空から事故の様子を撮影した動画が投稿されて、事故の原因となった女性へのバッシングが日増しに加熱していったぜ。いわゆる炎上ってやつだな。現場から逃げてしまったものね。心象は悪そうだわ。そこで、こういった状況に配慮した大会の主催者は訴えを取り下げることを表明したぜ。大会を台無しにされたのに心が広いわね。そうだな。主催者は、事故は大げさに騒がれすぎた。遠藤のファンは注意してレースを楽しまなければいけない、というメッセージは世界中に伝わったはず、と話していたぜ。いくらテレビに映りたくても、周りに迷惑をかけないようにしないとね。他にも、大会を見に来るなら、子供をしっかり離さないでほしい。何より選手たちを大事にしてほしい。とコメントしているぜ。大会のその後なんだが、第1ステージの大事故に続いて、第2、第3ステージでもクラッシュが相次いだんだ。そんな状況に参加チームからは怒りの声が上がったぜ。大波乱の大会になってしまったのね。ああ。そんな状況を受けて、第4ステージの開始時に選手らによる抗議活動があったんだ。事前に示し合わせた地点で大勢の選手が一斉にストップするという、異様な場面が見られたぜ。事態が改善されると良いわね。そうだな。選手たちが安全に大会に臨める体制を整えてほしいぜ。あとは、自転車競技はもちろん、マラソンなどを沿道で楽しむ場合なんかも、コースの道路からはしっかり離れるようにしてほしいぜ。最悪の場合、法的な責任を問われることもあるからな。確かにテレビ中継なんかで危ない観客を見かけることがあるわね。肝に銘じるわ。2004年のアテネ五輪の男子マラソンでは、沿道の観客による走行妨害の影響でトップを走っていた選手が金メダルを逃した事件もあったしな。何より選手の安全が第一だぜ。それじゃあ今回はこれくらいで終わりにするぜ。この動画が参考になったと思ったらグッドボタンを押してくれると嬉しいわ。このチャンネルでは、過去に起こった悲惨な事故から様々な教訓を得られるような話をしていくから、ぜひチャンネル登録もお願いします。あと、この事故を紹介してほしい。っていうリクエストがあればコメント欄に書いてほしいぜ。ご視聴いただきありがとうございました。